穴です今日は家にいました。今日はですね、雨がね、降っていましたんでね、家にね、久々にまたいましたね。まあ、特にね、これと言ってやることはなかったんですがね、うん、体がちょっとだるくて、横になってたりね、しましたけどね、まあ、そういうのがね、取れてくるとね、いいんですがね、どうしてもね、家でもね、 寒いんでね暖房を入れますんでねこういうことがね結構起こったりするんですよ温まるとね体がだるくなるみたいなね、まあ、今は平気ですよこのねパティーンをねどうにかね治ってくれるとねあの普通の行動がね取れるんですがねで最近ですね相模川に行ったりしてその後ですね夕方から体調がね いいい日がねね多いんです、ね、まあえらい疲れた時は別ですけどこれがね普通の日常の散歩とね違ってね夕方からのね体調がね川に行った時の方がね良かったりするんですよね。これっていうのは何でかなと思ってね長期的なね生活習慣によるものではないじゃないですか。今日行かなくて明日行って明日の夕方からは調子いいみたいなね。 短期的な、ね、反応が出るんでねやっぱり新鮮な非日常的なものっていのはいいと思いますけどまあ川なんてね何回か行けば大体日常化しちゃうんでねほんで人混みってねなんか買い物したって新しいところで買い物すれば非日常みたいな感じは新しいね刺激は得られるんでねそういうことと全く違うんですよね。 別にね誰となかなかとね話するわけじゃないし基本川なんか行ったらね一人だからねまあ最近はね釣りなんかやってますからあそこに集中しちゃうっていうのはあるんでしょうけど散歩したって集中するから、まあ、その辺はね何ともねよくわかんないですねただねこれは短期的にいいってことでありますと長期的にねそういう習慣作っていくと 長期的にもなんかね変わってくるものがあるんじゃないかと思いますね。まあ、日頃もね散々歩いてね森なんかでもねリラックスしてのにねそれともまた違うんですよね。これパタパタしてるのはね猫がちょっと動き回ってるってことですね。でボコボコしてるのはねちょっと炊飯器ですね。まあ、そんな感じでね今でもねこう家なんかにいたりするとこの暖房のせいでね体がだるくなってね横になったりするってことありますけどね。 明らかにね長期的に見てもね体が変化してるのは分かりますねまあ、今は基本的にねだるいっていうのが主な症状ですからね以前はね、まあ、めまいとか吐き気もあったし下痢、えー、動悸んだかいろいろですねコりとかねガッチガチのコりとか頭痛はね ここ、去年ぐらいからね増えましたけどまあそんなね毎日頭痛があるわけじゃないからねでも以前よりはね増えてますけどねその頭痛とね今その倦怠感みたいのがねそこがね抜けきれてないですかねまあそれでもね今ぐらいの行動ができてるんで突然のめまいとかねあといろんなことがねあるとねもうだるさだってね、えー、初期の頃とはね全然違うだるさなんでねこうやって 外で活動してんですよですから8年半ぐらい経ってますんでねこの最初の何年間っつうのはね、まあ、いつも話してますけどねもうう地獄のような日々ですよ日々戦い刻々と時間が過ぎるその刻々もう瞬間瞬間が戦いみたいなねだって次から次にねいろんな症状が出てくるから戦いって言っちゃおかしいかもしれませんけどね 負けて下手をってしてるっていうわけにはいかないでしょ。まあ、我慢することも戦いじゃないですか耐えるってことでね。あそれほどね、自律神経ってね、失調症のね、自分はね、やっぱり周り見ててもね、重い方だと思いますね。まあ何年も経ってるし、まあ自分で言うのもあれですけど、その当時ね、まあ、パニック症になる前からね、自律神経失調症状っていうのはあったんですよ。 こうやって振り返ると冷静に何年も前からあったなと思いますね。まあ、それでね、ほっといたからね、えー、パニッションなんかになっちゃってね、これ、自律神経失調症だけだったらね、どんだけ助かったか、まあ、もちろん自律神経失調症だってきついんだけど、パニッションとはまたね、そこに認知の弱みが入ってきちゃうんでね、それはね、えー、と人生を左右しちゃうみたいなね、えー、と病気になっちゃうんですよ。ですからね どうですかねここ1年ぐらいでもだいぶね進歩してると思いますね一年一年ね行動範囲もどんどん広がってるし症状も和らいでるしですからねこういう今のね日常っていうかねそういう習慣をね続けていきたいんですねですけどねこれ改善のためにはもちろんやってるんだけど、まあ、家にいたって、まあ、ここまで治ってきたから家にいたってねネットやって せいぜいいぜテレビ見たりするることが増えるだけじゃないですかですからね、えー、と自分のね気持ちも晴れるし体にもねメンタルにもいいしね外出て、まあ、散歩したりねふらふらするようにしてんですよ昔はねちょっとした、ね、あところから始めましてでもう少し伸ばした範囲っていうのはね夜から始めたりね 人気のないいな夜とか夜中とかね結構歩いたんですよこれでも年がかりで今はこういう生活してますけど昼間とか人のいるとことかそういうとここうやって攻めていって少しずつ増やしてこうやって慣れてるわけですからああですからね薬ももう今は飲んでないからその状態でね乾いって寒い中暑い中家から遠い距離これ広場恐怖ですねそのねあの認知の歪み もうね、だいぶこれ強制されてんじゃないですかだって乾いててね、まあ、この間の暑い時とか時々ね余計不安とか普通にありますけどですけどね人気のいないような川に行ってねなかなか以前のねパニッションの状態だったらね過ごせないですからまあ普通にね、えー、パニッションのことなんか考えないで体調さえ悪くならなければね、えー、そこにリンクしないですからまあそんなものなんですよこれ慣れてくるんですよねその慣れてたって。 何ヶ月やってるかって話で場所に行ってのは何年がかりでもこうやって行き来してますからね。で川のね動画でもいろいろパニッションのこととかね話してますけどまあ見てない方もいるんでね話しますけどね例えばウォーキング行ってるっていう毎日ね行動療法で広めたりしてますけどもそれっていうのはねその範囲が行動範囲がねそのエリアで増えるだけじゃなくて 他の部分もね、こうやってて増えていくんですよ。これ不思議と。ですからね、あのー、ウォーキングはねパニッションにとってね身体的なね、健康面だ,だけじゃなくてねメンタル的にもねすごくいいと思うんですよねでもこれなかなかやる人いなくてねえぶっちゃけねえまだ外でね仕事できてる人もいますけどね、えー、家の中にいる人も結構いると思うんですよだからねもう初めの一歩みたいな感じでねその散歩の この歩数を伸ばす、えー、と道のブロック単位でねこうやって増やしていくんですよそうするとねまあ気持ちも前向きになるしすごくねメンタル的にいいと思うんですねいやここまでじゃあ何ヶ月かかったからここまで何年かかるんだみたいな感じになってきますけどじゃあやらなきゃここでストップですよそんなもんだと思うんですよじゃあ次薬も他の先生歯周疾患とかほんとねこれね周り見てるとね 出ると思いますねこのパニーショウだけでね収まってるうちぐらいにねそういう先手先手鬱にならないためとか強迫性障害とかね病気みたいな症状が出始める前にね運動、うん、外でできるだけ過ごすみたいなねことはねやっといた方がいいと思いますね。なってからじゃねなかなかもう面倒くさいみたいなね出にくくなってくると思うんですよ精神的に。ぶっちゃけ脳の 物質の影響ですけど、まあ、その脳のの、ね、物質のバランスが崩れたって少しずつこうやって一歩ずつね行動療法していけば正常になってくるんですよそんなもんだと思いますよ薬だこの薬この薬、えー、この症状の副作用を抑えるためのこの薬こんなになってきますからもちろんねあの成功してる、えー、と治癒までね寛解治癒まで行ってる人もいますけど 悪化してる人もねね普通にいますからともとは持ってるね、えー、自律神経の症状とか、えー、パニッションのね、えー、全く家から出ないみたいなパターンの人もいるからね最初からまあ自分はね数百メートルほんと100メートルもうドキドキする状態でしたよコンビニがすぐ近くにあるのにねそのコンビニで絶対買わなきゃいけないものがあってほんで そのコンビニを見た時ねダーって並んでたりしたら普通にバックしてましたから、まあ、信じられないでしょうけどこれは病気なんですよね体の根っこにある体の症状はね今よりきついしだるいしふらふらするしでパニションの認知の歪みが出ちゃってるし並んでるコンビニのね列でさえねカクーンって戻っちゃいますからねあやべえって感じで。 あやべえなんか気楽な考えじゃないですよね。その当時は。はあって感じですよ。まあ今でもね、えっと、良き不安をね、えー、感じる対象はね、多々ありますけどね、それが少しずつね、減ってくるだけでね、全然いいんですよ。まあいろんなね、話も動画でね、あげてますけどね、まあ再生数からしてどうなんですかね。このチャンネルの登録者ってね、おそらく半分、3分の1、 くらいが病気持ちの人なのかなってちょっと思ったりしますけどねあのいろんなね、動画のね再生数にねちょっとそっからね、伺いしているものはそんな感じかなと思ってますねでも、まあそういうこともね、含めてねあのまあ、ほとんどの動画でね、メンタルのことは少し話したりしてますんでねまあ、再生数なんか考えますとね同じことをね、2回3回と喋ってもねえっと伝わる人には伝わるんじゃないかなと思ってね今後もね、話しますけどね これね、あのー、なんて言いますかね、外出て、ウォーキングもそうですけど、ここはめっちゃね、焼けちゃうんですね。顔もそうなんですよ。これね、これじゃ分かんないか。こっから上はね、もう顔も結構焼けちゃってるんですね、早い時期から。まあ、毎日ね、あのー、ずっと外にいますんでね、今日はたまたま家の中にいますけど、昼間はね、 小雨のぐらいの日でもね、外出てますんでね、日の当たる時間をね、考えてみますとね、結構な量ね、日光に当たってるんだと思いますね。下手な勤め人、室内でね、仕事する人たちと比べるとね、まあ、全然ね、日光に当たってると思いますよ。まあ、不思議とね、いつも話してますけどね、同じ気温でもね、日光に当たるときとね、曇りの日光に当たらないときのね、 ああ体調っっていうのはね、ねたりすするんですよ、ね、それが体調がねまた狂ってくるとねメンタルにも来ますし泣いちゃうみたいなね、まあ、ぶっちゃけね自分はねそんなね今はもう、まあ、昔のきつい時もねああだりいなあああああぐらいで別に自己否定をしたりね自己好転感が低いとかそういう方向には走ないタイプなんですね性格的に。 ですからね、今もね、あ、だるいなぁ、参ったなあ,あぐらいは思うけどね、じゃあそっから先っていうのはね、つながっていかないタイプなんですよ。これいろんな動画見てるとね、本当に自分を責める人が多いですよね。多いっつうかね、ある程度いますね、やっぱりね。あれが不思議でしょうがなくてね、病気だからぶっちゃけしょうがないじゃないですか。あそれ以上求めることなんかできないでしょ。 自分を責めたら強がなないいじゃないですか俺ほんと全くね作り作ってるわけじゃなくてね本心なんですよね全くそういうのは思わなくてえらい自分を責めてる人もいるし責任がどうのこうのってね自分を問い詰めちゃうみたいなね、うん、それは持って生まれた性格っていうのもあるかもしれませんよねまあ自己中とはちょっと違うんですよね自己肯定感の強い人っていうのはね、うん、その辺がね でもね、こういう細かいことを考えたらしょうがないんですよ。あの本当ね、こういう精神分析みたいなね、細かいことを考えたらしょうがないんですよ、まあ。ある程度はね、知識として必要ですけど、なんて言いますかね、そこまで細かくあの分析する必要なんかなくて、そこを考えても仕方ないし、もうバサッとね、ほっとけばいいんですよ、そういうものは。自分は自分、 が一番大事でね、まあ一番大事って言ったらね、語弊があるかもしれませんけど、好きなようにね、できる範囲でやっていけばいいんですよ。それほどね、気楽に考えたらいいですよ。ですからね、そういう自己肯定感の低い人のそばにいるとね、これ伝染しちゃうんですよね、そうなってね。まあそういうの弱い人は、俺は伝染しない自信がありますけど。だからそういうメンタル系っていうのはね、逆にね、 そういう自分と同じような境遇の人を求めがちですけどね、実は違ってね、結構ね、こういう楽観的っていうかね、自己肯定感の強い人に、ね、ついていった方が、メンタル的にね、ほんとね、いいと思いますよ。脳天気みたいなね、あの、いろんな人いいじゃないですか。そういう人にね、えー、くっついていった方がね、メンタル的に本当にいいと思いますよ。俺はね、そういう人が、もうその病んでる時もね、そういう人にね、好感っていうか、 好きななタイプなんですねそういうい人ですからそういう動画をたくさん見たりね別に意図的じゃなくてね好んで見てますね今もそうだけど面白おかしくね笑ったりねうんだからあんまりねえらい細かいタイプとかねそういう心配性な人にはこのメンタル系のね病気っていうのはあんまりね接近しない方が当にいいと思いますよまあついついね、あのー、自分が病気だとね 自分もその当時、えらい大変な時は、そういう一面もありましたよ。あこの人は大変だから、自分も大変だから、あこの人も同じなだなってね、安心感、安心感がね、出たりするんですよね。だから他のチャンネルですけどね、まあう、うちのチャンネルもいろいろ考えてね、これ見てるとね、あるメンタル疾患でね、こうやって日常をね、こうやって流してるんですけどね、毎日毎日。で 体調の悪い日だけね、数字が上がるんですよね。これ面白いことに。だから、自分も大変な時は、そうじゃないですか。共感したいみたいなね。そういうのがあると思うんですね。面白いですよ。でもまあ、その人のチャンネルもそうだけどね、俺のチャンネルもそうですけど、作り物じゃなくてね、こういう元気な時もあれば悪い時もあるっていうね、まあ日記みたいなね、Vlog みたいなね、えー 特徴ありますんでね。そういうのはね、えー、作らずにもちろんね、その作ったで面白くないから、まあ、ストレートにね、隠さず、今後もね、あのー、配信していきたいと思いますね。まあ、ですけどね、この病気ではありますが、じゃあ、釣り行って今楽しいから、釣りの動画を上げて、楽しいことがあったら、楽しい方向にこうやって行くかもしれないですよ。それでいいと思いますよ。 ね、具合悪いときは具合悪いと、そういうね、チャンネル方針はね、今後も変わらないと思いますよね。まあ、これからね、いろいろね、考えてはいるんですけどね、ダイエット、禁煙、あとこの自家製塩様もね、その後ね、多分、手術入院、なると思うんですよ。まあ、これがね、この辺、痺れちゃってこういう症が残ったらね、 えらいストレスだなと思ってね。で、これ取る際にはね、いろいろ調べましたけど、まあ禁煙がね、絶対した方がいいですね。えっ、ー、と、喫煙者、男性、中年っていうのがね、これ発症率がね、やっぱりパーセンテージが高いらしいですよ。ですから、せっかく取るんだったらね、禁煙はね、しとかないと。まあ、これね、再発するのかわかんないですけど、そういう恐れもね、ゼロじゃないと思うんで、 まあ健康のためにもね、禁煙してから、こっちはね、対処したいと思いますね。あと何ですかね。ソロキャンプとか、普通のキャンプとか、そういうのをね、取っていきたいし、チャンネルはね、まあそこら辺のチャンネルはね、このチャンネルでやりたいんですけどね、他にちょっとやりたいチャンネルは別で作って、もう一つあったりね、まあいろんなミックスのチャンネルがここだとしたらね、本当に別のチャンネルで作りたいのがね、 2種類ぐらいあってね、まあいろいろね、考えちゃいるんですけどね、この体調がね、まあいつも言っちゃなんですけどね、まあ、本格的にね、安定してくれればね、淡々淡々行くんですけど、あ、だるいな、めんどくせえなっていうのが、こういうメンタル系の病気ってね、えっ、ー、と、あったりするんですよね。この健康の時と,ちょ,っと違っちょっと違ってね、多分脳の回転がね、えー、健常時とね、鈍、えー、っちゃってるんですよ。 疲れやすく、脳がね、疲労感を。まあ、脳の容量がね、健康の時はもう100%だったのが、今、5、60%でね、マックスいっちゃうんじゃないかっていう感じないじゃないですか。情報処理っていうのを、この、トークもね、鈍くなったし、頭の使い方というか鈍くなりましてね、これね、カレーの線を捨てきれないんですよね。ですけどね、えー、それにも増してね、 やっぱり劣ってるかと思いますけどね。あの病気になって。もうちょっとね、あのー、この病気になる前はね、頭の回転が早かったなと思ってね。まあですけどね、50過ぎるとね、人の名前がパッと出てこなかったりしますよ。道路走ってりゃ、もうじゃあ、えー、っと、1時間先の場所までね、もう地図でパッと頭浮かんじゃいますからね。 ここ行って、ここ行って、ここ行って、こ,こ行っ裏道み,みたいなね、最短距離みたいなね。今それがね、なかなか出ないですもん。も若い時みたいにね、若いってったってね、これ病気になる前だからね、そんなね、偉い若い時じゃないですけど、パッと出ちゃいますもんね、そこ行くまでの、こう地図。こうあ、こっち右行ったっけ、左行ったっけ,行くんだっけ、そんなのはね、その当時はなかったですよ。今は、パッとね、あのー、地図はね、頭の中でね、出てきてもね、 あとってかこ、この迷っちゃいますね。これ単純に右手じゃなくて、その先のゴールまでの道順がありますんでね。うん、まあこれ運転してる人はわかると思いますけど、まあそういうのはね、パッと出なくなったしね、この喋り人との会話もね、なんか鈍くなった。うん、そういうのがね、あれ、あると思いますね。これはね、まあ加齢もありますけどね、えー、病気の こともあるんじゃないですかあとね、えっ、ー、と、病気になる前よりは、口の乾き、口渇これ、若干あるんですよ。これ、しっててね、どうも舌が回りにくいみたいな。うん、これはね、薬のね、えー、と副作用もあるし、病気の症状でもあったりするんですね。これが出ないとね、あの大事なね、えー、なんだっけ、えー、コルチゾール、こっから分泌 もうこっからもね、出てるんでね、大気中のコルチゾールっていうのは、これ大事なもんなんですよ。もちろん免疫もあれですし、いろんな作用をしてますんでね。これはね、いつ頃からですかね。やっぱ薬飲んでる時は、症状もひどかったから、狡猾はひどかったですね。でこれほんと何とも言えなくて、薬の副作用でもあるし、症状の一つでもあるしね、ストレスがね、あかかると喉,か喉がカラカラになるとかあるじゃないですか。 自分はそういうのもともとなかったけど、そういうの普通に聞きますよね。ですからね、身体的な症状でもあったりするんですよ。これはね、ほんとね、あの、万病のもとじゃないけど、やっぱりね、口はかくっていうのは良くないんですよ。あと、この自家製腫瘍があって、ちょっとね、やっぱりこの筋肉のバランスが崩れ、あの、左右違うんでね、この口の開きっていうかね、あの、あの、パクパクね、喋るね、ことがね、 劣ったのかなぁと思ったりしますね。まあね、いろんな口の病気もありますけどね。えー、何でしたっけ忘れたけど、あのー、精神薬が飲んでるとね、いろいろあるじゃないですか。身体的な副作用が出ちゃうみたいなね。忘れましたね、これはね。カタカナですよ。まあそんな感じでね、今後もね、 ぼちぼちやっていこうかなと思いますけどね。こればっかりは。でもこれ、一日一本撮ってね、簡単な編集、短い動画だったりするとね、えー、短時間でね、編集は終わったりしますけど、まあ長い動画だとね、えらい時間かかりますんでね、そうすると他のね、チャンネルもね、できなくなったりね、いろいろね、考えてますけどね。まあそんなことでね、 まあ、ぼちぼちね、登録者も増えてるんでね、まあ、モチベーションにはなりますけどね、自分はね、もっと大きなものをね、やるからにはね、目標としてますんで、別チャンネルでね、ガッと、行くようなね、チャンネル、まあ、顔も出さない、声も出さないみたいなね、動画をね、一本はね、3本、これ合わせて3本、作っていく、えっ、ー、と、アイデアがあって、 これはね、ちょっとふざけてるようなやつを作ろうかと思ってますけどね、こっちは本気モードなんで、声もね、顔も出さないみたいなね、えー、そんなね、動画のね、をちょっとね、本気で作ってみたいと思いますね。まあ今後もね、大きな変化がない限りね、うん、今のところね、日常散歩と土日のね、釣りとか、 えー、どっか行ったりとかね、そういうパターンでね、えー、作っていこうかなと思ってますけどね、他のチャンネルの影響がどこまで食い込んでるくるかね、本気になってね、他のチャンネルがね、予想通りね、伸びたらね、どうですかね、こっちのチャンネルは週1ぐらいになるかもしれないし、はい、って考えてますよ。それほどね、ちょっと自信があるんですね。ほんでね 600本ぐらい一応こういう動画ですけど撮ってますし、1年以上とりあえずね、やった経験で、100人っていう数字、1000人っていう数字がね、どれほど大変かっていうものをね、分かってる上でね、こういう大きなチャンネルを作りたいと思ってますからね。それだけでね、ちょっと自信があるんですね。まあ10万人、数十万人、うん、末にはね、 100万人はかなり厳しいと思いますけど、わかんないですね。やり方によっちゃあ。そういうチャンネルをね、ぼちぼちね、はい、作っていきたいなと思ってますね。まあそんなことでね、えらい長話になってる感じですんでね、この辺で締めたいと思いますけどね。まあね、あのー、去年からね、まあ新しくね、ぼちぼち登録者も増えたんでね、 以前からの人たちも含めてね、まあ、こんなペースでやっていくんでね、ぼちぼちね、見ていただけたらと思います。ありがとうございました。穴倉でした。